ても有害鳥獣は待ってはくれない。はい、ということでね、今回は皆さんに有害鳥獣の駆除というのをね、私がやっております有害鳥獣の駆除っていうものを見ていただきたいと思います。先立って説明いたしますと、狩猟期間っていうのが終了いたしまして、今後ね、4月の被害が出た時からだったんで、確か4月の中頃でしたからね、そこから、鹿間町では有害駆除期間ということで、農作物に、被害が出たんで、イノシシのに限りなんですけども駆除対象となって、これからね11月の確か14日までなのかな、うちの期間ちょっと詳しく忘れたんですけども、イノシシの駆除の方を行ってまいります。それからですね、今回見てもらうのは、年に、鹿間町では年に1回か2回なんですけども、カラス、カルガモの予殺駆除というものを行っております。で、なぜその予殺駆除が必要なのかっていうと、農作物に被害が出るであろうそのカラスだったりカルガモの駆除を前もって、ある程度の個数調整のためにやって、その農作物の被害軽減、それから個体数調整ということで、年に2回かな1回2回ほど行っておりますので、その様子もぜひ合わせてご覧になっていただければと思います。あらかじめですね、この動画には動物に対する発砲だったり、獲物の捕獲っていう衝撃的な映像が映りますんで、ぜひね苦手な方はここでチャンネル登録閉じていただければと思います。それではどうぞ。はい、おはようございます。疲れ切ってますすぐ後バグにします。止めます。オッケやりますよ。はいよ。はい、ということで、まずイノシシのくくり罠にかかった止め刺しでございます。ね、こちらの方で、ね、ご覧いただきました。で、あの個体がだいたい生後1年1歳で、だいたい20キロの個体でございました。で、くくり罠の方にかかっておりまして、それを私が止め刺しという形を行っておりました。で、次に、ご覧になっていただいたのが、カラス、カルガモの予殺駆除の様子でしたけども、カラスはね近づけないし、感じるんですよ、さっきをやつらはすっごい感じるんですよ、ね、カラスなんてそこら辺どこにでもいるじゃんっていう感じで行くと、ああいう風にね大スカを嫌います。俺が下手なだけです。はい。で、打ち下ろしたのはカルガモだったんですけども、この日ですね、カルガモ2羽、それからカラスの方2羽という風に、約6時から、8時の2時間で猟友会のその有害駆除隊の方で回って、皆さんでね捕獲しております。まあ基本的に完璧にカラスを取るっていうあれではないので、追い払いの、ね、脅しっていう形の兼ねた駆除でございますので、ね、まあ、捕獲数は特段関係なく、この後ね、
田植えがこれから始まっていきますんで、そこに被害が出なければなと思っております。ということでね、今回はイノシシの、止め刺しの様子、それから、カラスカルガモの予殺駆除というね、有害鳥獣の現場をご覧になっていただきました。ぜひね、狩猟だったりこの有害駆除の現場っていうものを、こう生でお届けしていきますんで、ぜひご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。はい、今回も4から橋本がお送りいたしました。以上、橋本でございました。ご視聴ありがとうございました。